標準問題成功シリーズ一通り全部やりました。すごいですね。これは何かやらないといけないとなった時にこれをやるっていうのはほとんどの場合正解のルートだと思う。なおちゃん、篠原です。今回はこちら、標準問題成功シリーズ、一通り全部やりました。大変でした。大変だったんですが、一通り全部やりました。やった上で、この標準問題シリーズ、まあ何が良くて、何が、まあ注意しないといけないのか、みたいなところを話していきたいなと思います。ここで、一問一答のコーナー！今回の問題はこちら。この問題の答え、動画の後半で。前回ですね、この基礎問題成功の話をしました。で、この基礎問題成功、まあ、日大クラスの大学だったら大丈夫だと思いますが、それ以上はまあ厳しいですよという話をしました。で、まあ、そんな基礎問題成功の応用レベルを補う教材が、この標準問題成功シリーズになります。標準問題成功の 1A は109台、2B は165台、通算は116台。まあ、もうすぐ通算 C が出るんじゃないかなと思いますが、そんな感じで問題が載っています。まあ、大体100台。前後、まあ、2B だけちょっと多いですかね、問題が載っているそういう教材なんですね。で、これね、まず最初にちょっと言わないといけないことがあります。この標準問題成功シリーズ 1A2B3 著者が違います。この基礎問題成功シリーズは、上園さんかなという方がもう全部書いてるんですね。 1A2B3 全部書いてるんですが、標準問題成功は 1A が麻生さん、 2B が亀田さん、数3が木村さんという方が書かれてまして、著者が違うんですね。で、著者が違うとどうなるかというと、選ぶ問題が違います。なので、1A やった後、2B やると、あれ？ってなると思う。で、その後3やると、あれ？って多分なると思いますね。本としてのコンセプトがちょっと違うなという印象を受けました。まあもちろん応用レベルの問題を載せてるんですが、うん、ちょっとね、やっぱコンセプトが違うなと思いましたね。まずは、標準問題成功の 1A からいきましょう。標準問題成功の 1A なんですが、レベルとしては、地方国公立レベルから、上位の地方国立大、筑波大学とか、そういうところに、まあ、受かるかなというような教材ですね。一応ですね、これ、無理やり東大の過去問とかも載って、てるんですよ。で、載ってるんですが、率直に申し上げてあんまり体系的じゃないなというふうに思いました。で、これ多分なんですけど、この著者のね、麻生さん、おそらく編集の人と、多分、結構揉めたんじゃないかなって思うんですね。というのも、まあ僕自身もね、本を出版してる人間です。このね、逆転合格90日プログラムとかっていう本も出したんですが、まあ著者と編集の人っていうのは、同じいい本を作ろうって思うんですが、いい本というのを作るときに、まあよく揉めるんですよ。揉めるというか、まあ、悪く言うと喧嘩、よく言うと議論があるわけなんですね。まあ、この本でおそらくどういう議論がなされたかっていうと、多分ですね、この著者の麻生さんは、体系的に勉強していくために、結構標準レベルの問題をたくさん集めたんだろうなというふうに思うんです。さっき言った通り、まあ、地方の国公立大から、まあ、筑波大とか、まあ、北海道大学とかその辺ぐらいまでですよね、の、問題で頑張って作ろうとしたと。ところが、編集の人は、できたら東大の問題も入れてほしいと。やっぱり日本で一番上の大学ですから、そういう東大の問題もぜひ入れてほしいっていうことで、ちょっと体系的じゃないけど、無理やり東大のやつを入れたんちゃうかなっていう感じが見て取れるわけです。多分著者の麻生さんとしては、あんまり入れたくなかったんじゃないかなと思うんですね。この標準問題成功シリーズをやるレベルの人が、東大の問題解いてできるかっていうと、まぁ、ちょっと怪しいかなと思うんですよ。なので、まぁ、あんまり入れたくなかったでしょうけど、まぁ、入れたという感じなんじゃないかなと思います。これあくまで推測ですよ。まぁ、違うかもしれませんが、まあまあまあ、そういう本かなと思います。なので、例えばですが、北海道大学に行きたいとかね、そういう人は非常にいい本だなと思いますが、東大とか行きたい、そういう人が使うものではないかなと思います。続いて 2B 行きましょう。2B の標準問題成功なんですが、これはですね、すごい理系的な教材だなと思いましたね。なので、理系で、かつ、学校の授業が丁寧にあるっていう場合、まあ、教えてくれる先生が横にいるって場合、非常にいい本だと思います。この本やってもらったらすごい力がつくと思うんですが、文系がこれやるのきつくないって思いますね。特に基礎問題成功の 2B やった後、標準問題成功の 2B やりますってなっていけるか？いやー、きついと思うよっていう、結構大変
だと思いましたね。まあ、載ってる問題は比較的テクニック重視、もう計算の技術とか、そういうものをたくさん載っけてくれてるなというふうに思いました。まあ、やり込めば、文系だったら阪大は大丈夫だと思います。理系でも東北大とか、その辺だったらまあ大丈夫かなと思います。東工大とかだとちょっとしんどいかもしれないですね。ぐらいな教材に仕上がっていますね。これもまあ、両門揃いというか非常に素晴らしい教材ではあるんですが、ちょっと理系チックだなと、思いましたね。多分これは授業があったり、横で先生が教えないと厳しい、独学で家で、ガリガリやるっていう類のものではちょっとないかなと思います。あとはやっぱりちょっとね、やっぱ著者が違うっていうところの弊害とも言えるかもしれませんね。基礎問題成功と標準問題成功でいきなりレベルが上がったなっていう感じを受ける人が一定数いるんじゃないかなと思います。逆に言うとそれだけ、難しい問題にチャレンジできるっていうところですし、テクニックがたくさん載ってますので、例えば東大を受けるっていう場合、これとかやっていくとそのテクニックがちゃんと勉強できるんでいいかなと思いますね。はい、ラストですね。数学3の標準問題成功なんですが、はっきり言って 1A2B の標準問題成功よりこの数3の標準問題成功の方が、僕は好きです。というのも、まあその基礎問題成功からの流れを組んでいて、しかも数学の解き方のテクニックを宮廷大レベルまで押し上げてくれるような教材に仕上がってる。プラス大学レベルの数学、もうこの上行くんだったらこういう問題やらないといけないですよとか、こういう大学レベルの数学の知識知ってると得なんで知っててくださいねってことまで書いてくれてる。めちゃくちゃよくできてる。すごいですね。これは本当にすごいなと思います。数3の標準問題成功をやることに関しては、個人的にはほぼ手放しで賛成です。というのも、まあ、基礎問題成功で一通り勉強しましたよと。でもまあ、当然テクニック足りないわけですよ。で、何かやらないといけないってなった時に、これをやるっていうのは、ほとんどの場合、正解のルートだと思う。まあ、これが 1A とか 2B に関しては、必ずしもそうとは言えない、正解とはちょっと言い難いなと思うんですが、数3はね、これはいいっすよ。よくできてますよ。まあ、一通りやった上で、まあ、基礎問題成功からの流れで一番やりやすいのは数3だろうな、と思いました。まあ、決してこの 1A とかね、2B がすごい悪いってわけではないんですよ。いい本なんですが、まあ、数3がちょっと頭一つ抜けて良かったかな、っていうふうに思いますね。で、まあ、先ほど申し上げたように、この1A なら 1A、2B なら 2B の注意点もありますし、まあ、正直言って、僕のやってる塾、篠原塾では、基礎問題成功、標準問題成功のルートってほぼ取らないんですよ。まあ、なぜかというと、そのルートで苦労してきた生徒をいっぱい見てきたんで、後々ね、困ってる生徒すごいよく見てきたんで、あんまり取らないルートなんですが、まあ、今回自分自身で改めて全部やってみて、よくできてるなっていうふうにはやっぱり思いました。まあ、売れてるだけはあって素晴らしいですし、改訂も重ねてあって、まあ、よく練り込まれてるなというふうに思った一方で、ちょっと正直、今僕の塾で基本指定してる、そのチャート式フォーカスゴールドを中心としたルートを変える気が起きるかというとあんまり起きないかなと。まあ、言い方は悪いですけど、まあ、いわゆるチャート式フォーカスゴールドをやるのが理想なんだけど、それから逃げたいと。あれをやるのがめんどくさい、時間がないから逃げたいって人が、苦肉の策で基礎問題成功、標準問題成功をやるっていうのが、まあ僕の中の、まあ位置づけなんですが、それはちょっと正直あんまり変わらなかったですね。やってみても、まあいいですけど、これ多分後で困りますよっていうのが率直な印象かな。ただですね、数3はすごい良かった。はい。だから、数3の演習問題をどんどんやりたいっていう場合は、これはおすすめですね。問題数も100問ぐらいで、コンパクトにまとまってるし、数3はいいと思うわ。っていう感じですかね。ここで、一問一答のコーナー、回答編。さっきのこの問題の答え、こちら。これを機に、覚えておこう。はい、ということで僕篠原はこんな感じでいろんな参考書問題集一通りやった上でどの大学にどういう傾向が出るからどの教材が一番いいよっていうのは全部知ってます。もし今やるべき教材がわからない、どういう勉強法で大学に受かればいいのかわからないっていう人はこの LINE の無料電話相談申し込んでください。この無料電話相談はこのカルテ作成を一人一人やることでこれからの勉強の方針に関するアドバイスをしています。興味があればこの LINE の QR コードを読み取っていただいてスタンプを送ってくれたらそこから予約制でやってるんでぜひ今のうちに申し込んでください。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。